企画財政部長の宮島です。よろしくお願いいたします。企画財政部の連絡事項についてご説明を申し上げます。資料の31ページをご覧ください。はじめに県名千葉アクアラインマラソン2020大会の中止についてでございます。本年10月に予定されておりましたアクアラインマラソンにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により中止となりました。なお資料に記載はありませんが、マラソン大会に合わせて市が行うイベントにつきましても中止とさせていただきました。次に県名袖ケ浦市市政施工30周年記念事業の事前案内についてでございますが、次年度の令和3年4月1日に当市が市政施工30周年を迎えますことから、市では令和3年度の1年間を通じて市民の皆様とともに各種記念事業を開催したいと考えております。その中では市民の皆様が自ら実施してみたいという事業をご提案いただくことも予定しており、これらについてご案内するチラシを用意いたしまして、自治会会員の皆様に会談でのご周知をお願いしております。資料の32ページをご覧ください。会談をお願いしたチラシの表面裏面を掲載してございます。チラシの右側3番事業構成をご覧ください。記念式典のほか記念事業として市主催事業、市民の皆様の主催事業等の枠組みを示しております。4番市民参加の方法をご覧ください。括弧1市民提案事業の実施につきましては、市民主催の事業に50万円までの補助をさせていただく市民提案事業の募集についてのお知らせです。括弧2冠事業の実施につきましては、市民主催事業の広報や周知を市の広報誌やホームページで行うことができる冠事業の募集について、また括弧4盛り上げアイデア募集につきましては、市政施工30周年を盛り上げるためのさまざまなアイデアの募集についてのお知らせです。市民の皆様には新型コロナウイルス感染症の早期の収束を目指し、我慢の生活を余儀なくされていることと思います。市政施工30周年の年を皆様と共に明るく過ごせますことを願いつつご案内させていただきます。企画財政部からの連絡事項は以上でございます。よろしくお願い申し上げます。